第4の7ぐらいからやろうかなと思ってます。はい、まあ、問題自体は難しいことないんだけれども、考え方がすごく大事なんで、まあ、これ自体はちょっと触れておこうかなというふうに思います。まずね、平面の時にこれと似通った問題解いたことがあるかと思うんですが、平面の時って、こんな問題だったんですよ。ベクトルを、今空間の話してませんよ。ベクトル2本、A ベクトルと B ベクトルっていうのを方向が違う2本のベクトルを準備すれば、その2本のベクトルでもって新たなベクトル、ベクトル T、 いかなるベクトルもこの平面上のベクトルであれば A と B を使って表せるよねってやったの覚えてますか？覚えてますか？そう、ベクトル P ベクトルは S 倍の A プラスT 倍の B って形で必ず書けますよねってやったのが平面の時のお話だったの覚えてる？覚えてますか？特にこの S と T が足して1とかになってたら、この終着点を結ぶ直線上のベクトルに値したんだな。うん。なんてことありましたが、特にこの S と T に制限を与えなければ、どこでも表せるわけです。だってここに平行四辺形をこうやって作図をしてあげれば、何倍かっていう S、T が正しく出てくるはずやな。なので表せない。ここで言ってるのは空間なわけです。空間ベクトルに、空間内において、ベクトル A とベクトル B とベクトル C。ちょっと空間に見えにくいから、軸を準備しますね。X 軸、Y 軸、Z 軸っていうのを考えるときに、この空間上のベクトル、いかなるベクトル、ベクトル P っていうのを、すべて A と B と C でもって表せる。なんで全部に平行四辺形作ったら作れます。平行6面体ですかっていうのを、これと平行になるように線引いて面作ってっていうことをどんどんやっていくと、何倍かっていうのが全部決まっちゃいますよ。ベクトル P は必ず A を何倍かしたものと、ベクトル B を何倍かしたものと、ベクトル C を何倍かしたものの和で必ず表せるっていうのが、まあ、空間内のベクトルのこの平面の空間バージョンのお話なわけです。で、実際に今回の問題は A と B と C って3本準備したんだけど、このよくわからんベクトル何倍してそれぞれ足したんでしょうって聞いてるわけです。だからほんまに出るかどうか確かめてね、本当に表せるかどうか確かめてねって言ってるわけです。 OK ってことで、まあ、やることは一つで、ベクトル P は必ず SA プラス TB プラス UC と表せるからっていうところがスタートになるわけです。理屈が分かってる人、空間内のベクトルって3本あったら表せるやんって分かってる人はこう置こうっていうふうに思いますよね。でもこう置きなさいなんて問題には書いてないわけや。だからこの時に自分で判断してこう置けるかどうかっていうのがとっても大事な。平面の時もそうですよね。平面の時も SA プラス TB と表せるって書けたかどうかが勝負の流れになるわけです。まあ、メモならそういうものを表せるようにっていうのを意識することを自分に問い、言い聞かせてください。メモに。したがって座標は 3-4-8。 一方でベクトル A や B や C っていうのはあいつなわけですから、 S3S0 プラス -T4TT プラス0-2U-3U なわけですよね。を足し合わせると S、B、E プラス0と 3S プラス 4T プラス 2U っていうと 0 プラス T 引く 3U っていう形になり、三元連立一次方程式になりますね。これなら解けるってことです。解ける形でしょ。これイコールこれ、これイコールこれ、これイコールこれ。ということで、まあ後の計算はもうぶっちゃけどうでもいいので、これが理解できているかどうかですね。S イコール2、 E イコールマイナス1、そして U イコールマイナス3と出まして、最終的にベクトル P は、2倍のベクトル A マイナスベクトル B マイナス3ベクトル C というふうに表して正解の数がもらえるという感じですね。やり方自体は別に難しいわけじゃないんだけども、発想としてちゃんと持っておいてもらうのかも。こういう感覚が空間バージョンでもちゃんと持っておいてほしいっていうところがすごく大事なので、汎用性が高いという意味で扱いました。
では続いて9番いきたいなと思います。空間内から空間内で1本ベクトルがありますよと。今材料はもうどうでもいいです。そんなものを反映してるわけじゃなくてイメージです。空間内ににょっきりベクトル A があるぞで言われてるのは、このベクトル A とさ X 軸の間のナスカって何だろう、 Y 軸との間のナスカって何やろうっていうのをそれぞれ聞いてるわけね。 Z 軸との間のナスカって何と。空間内ですからこんな間のナスカなんてどうやって求めるんやろうってところなんですが、一つ平面時代から引き継いで持っといた方がいい感覚がありますね。それは何かというと、ナス角っていう言葉ですね。ナス角って聞いて何をしようというふうに考えます。内積ですね。あ、内積しなきゃって思えてたらベクトルのちゃんと貯金持ってるな。ナス角は内積や。内積取りたい。え？ベクトル A と内積取りたい。誰を？X 軸とのナス角知りたいんやから。X 軸っていうベクトルとベクトル A の内積を取れば良さそうですね。ナス角って出てきそうでしょ。でもここで問題は X 軸っていうベクトルって一体何やろってことなんですね。何なんやろ、分かれへんやんな。分かれへんけど分かるんでしょ。ナス角のだけを知りたい、ナス角が知りたいのであれば、ここでのポイントはこれ一つ。X 軸の正の方向のベクトルっていうのはこう表せない。100。別に200でも300でも100でもいいですね。X 軸方向にだけ一歩進んで他進まんかったら X 軸方向のベクトルになると思いませんか。最も計算しやすそうやから1選んでるだけです。なんだっていいな。大事なのはこの問題は分からへんベクトルやけど、ああ角度だけやったら何でもええわ、だったらこう表せるわって思える方向に舵が切れるかどうか、まあ、これがこの問題のポイントだと思います。これが分かったら Y 軸とのナス角はどうすればいいか、 Z 軸との間のナス角はどうすればいいかってもう自然に手が動くんかなというふうに思うんですが、X 軸の正の方向ベクトルっていうのをこうとするとこうできるので、ベクトル A と内積取ればいいね。こいつを X ベクトルの中にしておきましょうか。それは座標が全部分かってんだから、なんだマイナスルート3ですか、足す0足す0ですねというふうに計算ができる。あれナス角ってどうやって求められたんだっけ。ナス角ってなんで内積取ろうと思ったんや、なんでやったっけ、なんでナス角って言われて内積取ろうとしたんや。はい、こっち側は座標の積で書いた形やな。積のはもう一方で内積って2種類の表現の仕方がありましたね。それは絶対値ベクトル A、絶対値ベクトル X、そして間のナス角コサインシーターちゃいます。ここにナス角がおるんだ、ここやん。だからやりたいのは、ああ掛け算で計算できるわっていう数字マイナスルート3って出してきても、マイナスルート3とにらめっこしても何とか全然わかんないですね。わかんない、何かと比較せなあかんかった。ああそうやそうや、コサインの中にナス角の情報って入ってたわ。ってことでここから先はしないといけないというか、必要な情報は絶対値ベクトル A、 絶対値ベクトル X でしょ。これさっさと求めなきゃ。こいつの絶対値だからどう計算するの、ルートですよ、2乗して2ですね、ベクトル X の絶対値 2×1× コサイン θX、 まあこのナス角っていっぱいあるから他にもあるから一応 X で思うんですけどね、 X とのナス角ですよね。はい、そうすると2コサイン θX がマイナスルート3なんだ、だからコサインの θX はマイナス2分のルート3なんだ、だったらナス角の θX ってわかるじゃないと。ナス角なんだから0から180度で表現するべきですね。0から180度で表現をすると150度というふうにわかります。ナス角は150度です。 X 軸の正の方向とのナス角がわかったということなんですね。その他の角度はもう自分で出してください。出せます。
さあ、カッコの1番はあんまり喋ることないんですが、カッコ1番ベクトル AB は何でしょう。で ABC で表しなさい。言ってみます。 AE、4分の1ですね。AM、 2分の1ですね。次 AG、 AG は足して3で割ればいい。足して3で割ればいいから、王様が外にいると分かりやすいんだけど、これ王様 A になってるからややこしいですね。ちょっと付属して話しておくと、空間上に XYZ ってあって、王様が外に行って、この三角形の重心をめがけて降りた場合、この OG ベクトルってどう表せんねん。これは昨日やった通り、各ベクトルまでの OX、OY、OZ を足して3で割ったもんですね。これは情報として知っておくっていう話したの覚えてますか？うん。だけど、この O 点が、ちょっと見ててね、O 点が今外に適当に取ってるわけですが、別にどこでもいいですよね。O 点。ここでもいい。ここでもいい。ここでもいい。だったら、ここに取ってみたらどうだろう。O 点。って考えたら、考えると、OX 足す OY 足す OZ だけど、O 自身がここにいた場合、ここって O、O じゃない。な、で、OY、OZ にならない。つまり、O、O ってゼロベクトルでしょ。この状態で O がもしここなのであれば、こう書けんじゃねえのって言ってるわけ。さて、今回の問題は、ABC の重心 G を求めなさいって言ってるんだけど、王様が A 点なわけや。今のこの状況と一緒じゃないですか。つまり、王様から各頂点までのベクトルを足し算して3で割ったら重心なはずやな。王様はでも A なんだ。ってことは、重心までのベクトル、AG ベクトルっていうのは、こう書けそうですね。3分の AA ベクトルプラス AB ベクトルプラス AC ベクトルで書けるんじゃないのでしょ。足して3で割ればいいんだな。王様から各頂点までのベクトルを足して3で割ればいい。はい、そうすると AA は0ですから、3分の AB は B ですね。 AC は C ですね。ってことでこれでおしまいということになります。じゃあ最後 AF、 これは簡単かな。 AF 2対1って書いてますから、 2+10 の 1C+2B が3分の C+2B ということでおしまい。なので1番がメインじゃないです。1番はメインじゃない。はい、メインは2番ですね。 EM ベクトルのね、 EM 平行 GF を示し、 EM 平行GF を示し、こいつを示して EM 対、GF の比を求めなさいっていうのが問題なわけです。超絶ヒントが問題の中に入ってますね。そもそも平行であるってことを示しなさい。平面でやったやん。発想的には全く同じです。ベクトル EM とベクトル GF を求めて、どっちかを何倍かしたらもう片方になってるっていう姿を相手に見せつけた瞬間、よって平行って言っていいんですね。なので当面の目標は EM ベクトルを求めること、 GF ベクトルを求めること、どうせどっちか何倍やったら片方になるはずやんなって頭の中で思いながら解いていくことですね。最後はにやりと笑いながら、よしよしなったなった、よって示されたって言って、ここおしまいやな。まずそこまで行きたいですね。ベクトル EM、さっさと王様から書き直しましょう。 AM マイナス AP ですね。で、2分の 1B マイナス4分の 1B ですね。なるほど。まあ経験上通分しといた方がいいと思います。後で何倍か見やすいからね、見抜きやすい。一方で G でと AF が3分の C たす 2B、 AG が3分のマイナス BB プラス 2B って感じになるんですね。これ見てて、何やったっけ、どうなったらよかったっけ。あ、そうや、どっちか何倍かしたらどっちかになるって言えばよかった。ちょっと待てよ。あー、やった、できたって思いますね。分子見たらこれ一緒や。
分子一緒ですね。ということで、ラッキー終わった。GF を3から4に変えたらいいな。何倍したらいいかな。3から4から4分の3倍ですね。はい、おしまいです。4分の3倍の GF です。GF で、うん、これ定理テスト結構みんな取ってくれたんですか。平方形は取ってくれたりします。あとはさっきおまけみたいなものが出てきました。 EM 対 GF、 EM 対 GF、 EM 対 GF、 EM の長さと GF の長さの比を聞いてるんだけど、いやさっきやったよ。 GF を4分の3に縮めたら EM やって書いてんねんから、終わりですね。 EM 対GF は GF を4分の3倍したら EM になるってことは3対4か。以下19、20番は一直線上であるための証明です。同じことやりますね。平行と全く同じ下りをずっと行くだけです。なので省略します。続いていくのは21番。こっから新しい知識が必要だな。4点 ABCD があるんだけども、こいつが同一平面上にあるときの K の値を求めなさい。だいたい空間上でいかなる2点を取ったとしても、こいつはこれ通る平面って無限にありますので、いくらでも作れそうですね。だってここからこう何これを串刺しにして、こう何ていうの、くるっとこう回転させると、この面自体を回転させるとさ、別に何ていうかこう通っててもいいわけでしょ。なんかちょっと難しいな。どこかこういう、わかるか、あの線ここにボークつけてくるくる回せるだけで一緒ですね。こういう感じと一緒じゃないですか。2点はこの直線上にあったとして、この2点を通る平面ってあるけど、別にいっぱいなんですよ。いっぱいあるといっぱいある。だから平面って確定しないですね。山ほどあってね。ところが平面上で、空間上で3点取るとそういうわけにいかないね。こことあともう一箇所通る場所決まれば、これ平面が絶対に一種類に確定するの分かりますか。もうこの面以外ダメになるの分かる。だってさっきで言うところのこの直線上を通る面っていうのはいっぱいあるんだってこうくるくる回せたわけですが、もう一点ここも通ってよ、この点も通ってほしいよっていうふうに言われたらさ、ここしかないの、一個しかないの分かる。これしかないじゃない、ここ通りたかった。ぐる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 いっぱい選択肢のある中でここって決まっちゃいますね。つまり平面が確定するわけです。3点で平面は確定します。だからこの問題読んでほしいんだけど、3点で確定するはずが4点同じ平面上に載ってますよって書いてるわけです。 A 点と B 点と C 点で平面っていうのは確定するはずなんだ、確定するはずなんだけど、あともう1点、最後の点の点 D が載っとるぞ。別に点 D を最後の点に選ぶ必要はないけれども、なんとなく気分で選びます。別に A と B と D でも平面は確定しますね。それでもいいんだけど、なんだっていい。状況は分かって、3点とあともう1点っていう状態になってるわけですね。じゃあ、この状態になってるってことをどう表現したらいいのか。同一平面上にあるってことをどう表現したらいいのか。ここに頭使わないといけないわけです。ベクトル AB とベクトル AC を使ったら、必ず目標となるベクトル AD っていうのは同一平面上なのであれば、 ABS 倍やって AC T 倍やったら書けるはずじゃん。同一平面上にもしなかったら、こっからプロジェクターまでのベクトルをこれでどうやって表すねん、どうやって何個かこうやって歩いてってプロジェクターに到達するの、いかへんよ、おいおいおいみたいなの分かります。この同一平面上の2つのベクトル使って行ける先に点 D があるのが同一平面上なんでしょ。つまり何倍かやったものと何倍かやったもので絶対かけるから同一平面上なんじゃ。だから大事なことは点 D
が平面 ABC 上にあるって言いたかったら、それは A 点から D 点までの行き方はね、 A から B への矢印と A から C への矢印を何倍かした合計で必ず行けるぞって表せるっていうことです。この形で表せることイコール点 D が平面上 ABC 上にあるってことです。わかりますか？わかりますか？これが大事なんですよ。ここでいきなり S とか T とか使って表そうって思えますか？さっきで言う平行って示したかったら競馬になるっていう式イコールで表せますか？表そうっていう動機が出てきますか？と。同じね。同じです。同一平面上にあるんだっていうふうに言われたら、その平面上の2本のベクトル使ってもう他方のベクトルを表せれば OK ということになります。ちょっと冊子の、何ページやった？ポイントの2枚目ぐらいですね。最後のページですね。ポイント覚えておきたい。最後です。平面の方ですね。平面の2つ目のポイントです。ベクトル A とベクトル B があって、その同一の平面上に点 P があると、同じ平面上のベクトルは全て2つのベクトルで表せるっていうこの事実に基づいて、いくら空間の話でも今空間上の平面の話してるわけですから、空間の中の平面の話をしてるわけですから、この2つで書けるでしょって言ってるんです。はい、理解しました。理解しました。これでこの問題解けるんですよ。AD ベクトルと AC ベクトルを座標をちゃんと計算して、代入代入 S by T by って足して書く。一方で AD ベクトルっていうのも D の座標から A の座標を引き算やって表す。連立三元連立でこの問題は解けますね。だって分からない文字 S と T と出題者 K ってなかったか、どっかの座標に K って入ってましたね。なので三元連立一次方程式で解ける問題なんです。ぜひそれはやってみてほしいですね。これポイントの右側のページ見てほしい。2、空間上のすべてのベクトルは3つのベクトルの合計のこの S by T by U by の合計で表せますよって書いてますね。それちゃうね。見てほしい。その下へ。点 P が平面 ABC 上にあるとは、あるとは、今と同じ状況なの分かりますか？点 D が平面 ABC 上にあるとは、今の問題。でも俺がここに書いてるポイントは、点 P が ABC 上にあるとはって書いてるわけです。それはね、O から P への道の行き方はね、ベクトル、OA ベクトルと OB ベクトルと OC ベクトルをそれぞれ S by T by U by やって、係数の和が1になれば、同一平面上だという。これ次回証明します。これ次回証明します。これ、対価して平面に持ってくると、左側の話と同じなわけです。平面見てごらん。三角形 OAB があって、AB 上に点 P があるってどういうこと ?S plus T が1だったよな。覚えてます？で内積ちゃう、内分点か外分点やれば合計1になってるなって確認しましたね。やったよね。あれと全く同じ、こっからの発展バージョンで、空間では同一平面上にはいなかったら、その平面を作った本人の3点ですね、3点の終着点までを結んだベクトルの S by T by U by を足して表せるんだ、係数の和が1になれる、ね、1になるように表せるんだっていうのが発展的な内容なんです。つまり今回の問題は、OA ベクトル、どっかに原点をあるでしょ。OA ベクトルと OB ベクトルと OC ベクトルの係数 S by T by U by として、合計が1になるっていうふうに作ったら、この問題、3元連立一次方程式になります。同じ状況が生まれます。2回、2パターンあるっていうことを知っておいて、同一平面上に王様を立てて、視点を A 点から見て、この矢印2本でいけるはずやっていうふうに言うのか、第三者の王様から見て、こいつとこいつとこいつのベクトルの係数の和が1になるねんというふうに持っていくのかの2つのパターンで同一平面上っていう言葉を表せます。これ出題者によってどっちに誘導してくるか分かんないので、まあどっちもできる、強いよねって話です。はい、じゃあ今日はこのままです。